で8レース1次予選に1着になりました青森の新澤選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。本日は地元の2人をつけるレースになりましたけども、組み立てはどういう作戦でしょうか。S 乗り速い福永いるので、S 福永本気で取りに行くと自分たちは厳しいなと思ってたので、なんとか中段だけでもキープしようと思いました。実は阿部選手との並走もありましたけども、あの辺りっていうのはどういう風に見えてましたでしょうか。引けないところなので引かずに様子見て、切りに行ってくれればありがたいなと思いましたけど、行ってくれたんで良かったです。序盤から先行する形で周半押し切りましたけども、状態としてはどうでしょうか。展開も自分に向きましたし、おかげでペース配分が良かったと思います。1日やっぱり休みがあって、その辺もちょっと体的にもいい感じですかね。そうですね、初日走った感じ、練習の疲れ取れてなかったので、昨日休んでかなり体は軽くなったと思います。初日のドリームは北井選手とそういうその和気合いがありましたけども、疲労っていうのはどうですか、この辺は。そうですね、気持ち的な疲労というか、精神面をちょっと削ったので、それでも勝てなかったので、その悔しさを次のまた北井さんと当たるときにつけていきたいなと思います。やっぱりこのポイント制ですけど、やっぱりあそこはもう着も大事ですけど、負けられない戦いですかね、やっぱ北井選手の。そうですね、まず先手を取られたことが良くなかったので、着だけは勝ってやろうと思いました。今後もこの戦いはやっぱ皆さん楽しみにしていると思うので。はい、負けっぱなしなんで、しっかり勝てるように頑張ります。この後というのは何か上積みとか改善点はありますでしょうか。いや、特にないですね。しっかり疲れ取ることが優先です。わかりました。はい、お願いします。またしっかり主導権取るようなレースで勝ち上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。